はい、皆さんこんにちは、山津代です。今回は土浦観賞魚の入荷情報をお届けします。後半では水中映像、平賀養魚場のね、和金と龍金、これはね今週の入荷ではないんですが、 GoPro を使ってね撮影してきたんで、すごい涼やかな映像になってるんでね、ぜひご覧いただきたいと思いますね。今年の夏暑いですよね。皆さん大丈夫ですか、暑さ。こういう暑い日は金魚を買って室内でね観賞する、これがいいんじゃないかなと思います。でね、今さらっと流してますけど、志村さんの京錦ね、いいですよ。今回この京錦、何回も何回もねちょっと見て、自分の好みの個体をね探して、通信販売土浦観賞魚やってますんでね。今コロナ怖いですからね、あのちょっと行くのが怖いよって方は通信販売使ってくださいよね。はい、北吾妻錦。あー、この今真ん中のこれ、これ欲しい。これ買えないもんかなね。えもう誰かね持ってっちゃってくださいよ。今回の吾妻錦もいいな、やっぱ吾妻錦がいいなね。夏この浅黄色っていうの、このスカイブルーがやっぱ夏っぽくていいよね。桜吾妻錦、涼やかだねこれ。またね、青もいいけどパステルピンクもいいよね、涼しい感じで。いかがでしょうか。スーパー江戸錦ね、すごい迫力のある。これね洗面器が大きいからね、魚がちょっと小さく見えるんだけど、それなりのサイズですよこれは。しかもねこのような形のいい個体となると、なかなかね江戸錦この大きさに仕上がってくるっていうのはね、ほんと大変なことなんで、そのあたりもね分かってもらって購入していただくといいんじゃないかなと思います。そして五色長尾になりますね、これも大きいな、大きいサイズ、いい色合いですね、渋い、いぶし銀。まあ、個人的にね今回一番のおすすめというかお気に入りはこの桜錦ね、可愛いからぷくぷくして、この真ん中の子可愛いよね。これ桜錦どうでしょうか皆さん
やっぱりね、一押しとなると五色あずま錦ね。これ自分の好みになっちゃうんだけど、やっぱりいいです、五色あずま錦。今回のね、この個体は粉炭もぷっくり出てて、これ頭好きもいいから仕上がってくるとね、化けますよ。さらに化けていきますよ、この個体たちは。いかがでしょうか、通信販売ね、使ってくださいよ。他にもね、まだストックがたくさんあります、土浦観賞魚ね。水中映像で撮影してますんで、ちょっと2個前ぐらいの動画かな、見てください。たくさんまだいるんでね、まあ買わなくてもこの水中映像ってすごい綺麗なんで、ぜひ見ていただきたい。涼しくなります、体感温度 2,3 度下がるんじゃないかなっていう。でね、このように飲み歩き動画なんていうのも始めたんで、ぜひね、これも見てください。ちょっと試しでやってみてます今ね。あと釣りの動画ね、実はね、この夏休みもう一回釣り行ってますんで、ぜひチェックしてみてください。ということで、平賀さんの和金、そして龍金と続きます。はい、平賀さんの龍金、やっぱりいいですね。これこの他にもまだね、メダカとか土浦観賞魚のバックヤードの水中映像を撮ってますんで、この後アップしていきますんで、よろしくお願いします。今回のこの動画気に入っていただけたら、グッドマーク、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。金魚と遊ぶ .com 山津洋がお送りしました。